妄想4周年感謝キャンペーン。はい、ということで、うん、3人組、はい、ということで3人組、さあ今回もやってまいりました。今回4周年で感謝キャンペーンで、またすごい感謝感謝試みを X フラグやってきましたね、これね。またですか。うん、まずこれ、はい、モンストスピードくじ、スピードくじ、うん、そしてそっからのモンストストラックアウト、うん、ということで、はい、江頭さんがね、うん、広告と、うん、モンストスピードくじをやったら次チャレンジできるのがモンストストラックアウトということで、うんうんうん、ストラックアウトはまたあれみたいな感じでね、あの前の生放送みたいな感じで、そう、うん、大々的なやつでございましてです、まあ、とりあえず最初はスピードくじ、はい、もう引いて、スピードくじ、これもうすごい、20名様に現金1000万円、うん、ありがとうございます。それをまたこれもう翌日最速で翌日にお届け、もう可能、どういうこと、銀行振込かな、いや持ってくるっつって、なんか警備会社を引っ提げて持ってくる、そっか、都内だったら翌日に来れるかもね、みたいなことを、もし明日空いてるかな、いやそれになっちゃうよね、そうなっちゃうよね、いや開くわ開くわ、1000万円あったらどうすっかな、もうどうする、1000万か、俺は正直本当もう本当マンションだな、でも1000万じゃ無理だから、だからそれはまあ一部だよね、頭金というか、まあ一部ね、よし、それじゃあよきゅんちゃんから、はい、刺さってるのはよきゅんちゃん端末でございます、はい、挑戦する、これどうなってるんだろうね、押せばもう、そうスピードくじだからもう勝手に、そうスピードよ、いやーやばいな、1000万で出るのか、心臓だけ叩いとこう、心臓叩いちゃった、心臓麻痺が一番怖いもん、出産1000万円を出産しようと思って、産もう、産み出そう、産みます私、じゃあいきますよ、挑戦する、まあ100万円も当たるからね、あっと、エガちゃんがここでも嬉しいよ、嬉しいよ、この5個できっと何かいいものが出るかもしれない、またね、新しいね、なんか出るかもしれないからね、うん、よきゅんはやっぱその程度ね、持ってなかったが、私は1000万円、ここから真の芸能人の力を、真の本当の芸能人の力を見せてやろうと思います、はい、よし、私の端末にチャンジ、あい、私、さあ来た来た、スピードくじ、さあ行きましょうかね、1000万円、1000万円、うち999万円がユーザープレゼントになるという、うん、これは神動画ですね、ありがたや、ありがたや、絶対にあげない今子供のために使う、確かにそれはそうだな、ゴー様は親だからな、本当にもうちょっとうちの犬にも分けて、犬にはやらない、なんでやらない、いきましょう大丈夫かな、よし、ちょっと大宮切っといた方がいい、刮目せよ伝説が始まるぞ、よし行くぞ、振りはいい、行くぞ、伝説が挑戦する、エンガンちゃん、うわ、なんか言ったよ声、みんな言ったのこれ、さっき声出てなかったよね、私の出てたんじゃない、あ、そうなんだちょっと、うん、刮目した結果、伝説はそうですね、まだ始まりませんでしたまだだめだめ、まだまだ終わらないぞ、続けていこう、7時だをモンストラックアウト、目玉に玉をぶち当てろスペシャルということで、はい、こちらは全予想的中で3億円分山分け、うん、3億円分だから本当にこれを的中してる人が2人ぐらいだったら1億5000万円、うん、マンション買える、本当に目黒区で買えます、うん目黒区で買える、目黒区は私調べてますから、さあということで、とりあえず、うん、なんだろう、みんな趣旨分かってるかな、趣旨は一応、何競技、8競技、うん、8競技の、まあ、9技を使った
方たち、プロの方たち、うんうん、の方、現役じゃない方もいるのかな、うん、はい、アスリートの方、そしてが、決まった、うん、まあ、そこの球技によって距離が変わってくるんですけども、うんうんうん、ストラックアウト的にこう投げて、うん、投げたり、あのガチャドラの目の片取ったところに球が入るかどうかなんですって。持ち球が1人3球、あ、3球3球あるんだから、これはちょっと、あ、すごい、これは成功確率高いんじゃないですか。3球しかない、3球しかない、かまあそう考えると3球しか、まあ、でも調整してプロアスリート、まあ、現役じゃない方もいらっしゃいますけども、うん、で一回ね、そのどれぐらいの大きさのところなのかなって書いてみたら、ね、何気に結構大きい、大きいんですよ。クラゲだって入っちゃうよ、これ。クラゲ投げる競技。ね、クラゲでも結構でかいからこれ、ほら。そうだよ、これ私。何センチ何センチなんですか、それ。こちら45×36.6 ですね。普通に野球ボールなんてそれぐらいだから野球のゴルフはゴルフ目に入れる、あ、目に当てる、当てるのね、当てるって当てやすいですよ、当てやすいよこれ、こんなちっちゃいのなんだから。でも野球は 18.44m、 一番距離が長い、はい、なるほどね。しかも、うん、キャッチャーミットの高さじゃないでしょ。そうね、高さ 2.4m。 でもさ、ここ 2.4m、でも普通にさ、うん、キャッチボール上手にやってるじゃん。そうね、そうね、キャッチボールだと思ったらさ、うん、意外と、うん、すごい背の高い人とキャッチボールする感じでしょ。高すぎるわ。似てる、だからこうやってる人、うん、あと2階にいる人とキャッチボールするとか、2階にいる人とキャッチボールしないじゃん。これあの石井和久選手、はい、石井選手は浜の大魔神じゃない、なんだっけ、あれ違う、全然違うね。いや、もうメジャーリーグにも、ムントメジャーリーグねにも行ったし、うん、もう今はね、プロ野球解説もしたり、でも現役じゃない、どんな、どう、そこだよね。ラモス選手とかもいるでしょ、サッカー、ラモス、ルイさん、うん、現役じゃないですね、現役じゃない、監督ですよ、もう今、いや、こう、ここよ、ここよ、とりあえず、でもまあなあ、でも俺は野球はこの大きさでだったら俺いけるような気がする。野球はいけると、野球は最初全員無理かなと思ったら結構でかいってことに気づいて、あ、 18.44m って遠くないって思ったけど、うん、ピッチャーマウンドって書いた、うん、の距離と一緒ね。そうなんだ、じゃあ大丈夫だよ。じゃあ野球残し、そこに、はい、テニスはでもな、下のコートに、そうね、あれはね、そうなんだ、そうなんだよ、上に打つもんじゃないから、そうなんだよ、ちょっとテニスは違うかな、これいけそうなやつだけ丸つけて、はいはい、野球丸よ、丸よって書けば、欲求丸、丸よ、うん、そこから赤、色分けで、うん、サッカーって私ちょっとやったことがないから、どのぐらいの正確さがあるのかがわからないんだけど、サッカーはでも 16.5m はそんなに蹴れるの、人ってペナルティエリア、いや、僕はサッカーはダメだ、難しい、サッカーボールでかい、確かにね、ラモスって言ったらもう全日本10番だったから ね、でも当てればいいんだから、だってゴールの中に向かって走るじゃないや蹴るでも高いのわかんないな、でもサッカーはできるんじゃない、おゴルフは僕はね、いける、難しい気がする、ゴルフボールなんて本当にこんなもんだよ、確かにね、的がでかいから逆にいけると思う俺は、いやでも3球で調整できると思う、うん、できる、このだから丸なの、小賀美穂選手だから、アメリカンフットボール、アメフトはちょっと私もこれ蹴るの、投げるの、投げるんだったらいける、確かに投げるんだったら、バレーは難しいんじゃないジャンピングサーブでしょ、しかも、うん、
ジャンプ、さ、うんね、あ、じゃあより一層、僕はね、バレーボール9メートルだったらこっちのハンドボール9メートルの方がいけると思う。投げるだけね。うん、ハンドボールってやっぱ正確さが、確かに私もハンドボールはいけると思う、うん、ラグビーは蹴る、ラグビーはキック、キック、キック、キックは無理だよ。キックって本当に、いや、わかるわかるわかる。アメフトのフォワードパスは違うからね、これね。できた、できました。早かったの、早かった。このような感じになっておりますね、うん、割れたのは、割れたのテニスとサッカーとゴルフ、うん、これですかね、ですかね。いや、でも本当に名本さん、山本さん、大畑さんに頑張っていただきたいですよ私はちょっと偏見を持ってるからと、うん、ね、それしょうがない。よし、これでオーブ5かけていきます。私、はい、よし、私はこうですね。皆さんは皆さん自身、責任は自分でということで。 OK、 もう OK した、押していい、いいよ、いきましょう、はい、せーの、 OK、 これでよろしいですか。いきましょう、いいよ、 OK、 じゃん、これを今やるね、これを今入れるのね、入れるんだ、入れるんだ、早く早く早くこれ、これ焦るよね、これ焦るさあ、予想の登録が完了しました。10月の13日ですね、あ、結構もうすぐですね、はい、山分けか、山分けだから、逆にこれと皆さん同じにしてしまうと取り分減るんですよ、やめてください、一緒にしないでください、しないでくださいね。いやー、これで、はい、もう後戻りできませんから、よきゅんはよきゅんでやったんで、うん、私3本もらうもん、うん、くそーくそーということで、こちら、うん、皆さん13日配信とともに分かりますんでね、うん、もう早くゲット、やり逃しのないように、はい、そうだ ね、楽しみ、はい、はい、ということで、よかったら感動がなりますんだからね、はい、こんな感じで、はい、モンストこれからも楽しんでいきたいと思いますんで、皆さんも応援してくださいね、チャンネル登録もしてくださいね、お願いします。はい、ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ。GM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン